え、あとは、春編では、海辺で、キャッキャする映像。そうそうそう。そうあら、やりましたかえっとね、海ってキャッキャしました。おおすっごい寒い海で。何月よえ、何月に撮ったんだっけ ?2 月そりゃ寒いわ。3月頭そう。3月頭うん。訳ありな人間しか来ないよ、そんな。その季節の海。訳ありだね、確かに。え、展で夏編では、 車でいて、船で、あ、タイタニック号かなって。ま、一瞬だけね。あ、いや、こう、こういうやつだ。うん。見たことないんだけど。見たことないの見たことないの。そんな人いるのそんな人がいるんです。このゆかりですら見たのに。そう、え、マジでビデオでだよ、でも。うん、そうなの。田村さん見てますか見たよ。負けたー。発想、あれ見てないだ情報化社会の、そうなんですよ。見てないの。ここまで見ないともう見るきっかけなくて。そうだね。タイタニック号 にに興興味味ないてたタタイタニック号に興味あって見たのでもでもでも、はいはい、ドキュメンタリーとかで、<ー>タイタニック号のなんか<ー>100年とかだった時に、<ー>いろいろなんかあったのもう見たよ。あ、それは見てますよ、僕。<ん> <laughs> それは歴史とかにも興味ありますから、そういうのは見てます。で、あの、俺が映画見る前から、なんていうのいいとこ全部出しちゃってるじゃん。 まあね。たぶん、たぶんだよ。俺が知ってる映像はもうここのところと。だってこれは嘘だもんね。そうだね。そうだよ。このシーンは。普通じゃないからね。普通じゃないもの。本当は、なんか<う>あん、なんかこれが降りてきてあげるためにぐるぐるしなきゃいけない<う>頑張ろうとか、そういうやつだもんね, <laughs> だだね。そうだよ、そうだよ。でしょ、でしょ、でしょ。ここに挟まっちゃう人がいて、みたいな。そあと、ボコボコボコ、あーのシーンで、おばあちゃんっていうところはもう <laughs> 見ちゃってるから。今からさ、もう一回、もう一回見んの。<laughs> もう一回見るか俺。<laughs> <laughs> いいんだけど、見たら面白いかもしれないし、松崎さん絶対面白いですよって言うんだと思うんだけど、<laughs> うん、難しいです。そんな話をっていいんだよ。<laughs> ねえ、あ、これなですかえ二人映ってんじゃないですかあそうですね。なんすか霊現象、霊現象ですか <laughs> <laughs> ありえないじゃないですか。まあ、合成ですけど。どうやって、本当わかんない。俺、こういう合成したことなから、どうやってやったのか全然わかんない。ねえ。うん。おじいちゃんみたいなこと言うけど、本当に二人で映ってるみたいじゃない <laughs> <laughs> すごいよね。すごいよね。うん。うーんこう、こうやってるわけでしょ。片っぽん、はい、田村さん撮影しますよー、つっ,って。いかにも田村さんいるように抱きしめてくださいねって言われるわけです。え、それもやったけど、あのね。うん あの、お洋服着せるトルソーあるじゃないあれを隣に置いて、撮ったの。空で普通にもうこうやってる。だこれじゃね。だけど、私腰回りどれぐらいかなって。でもね、トルソーもあるんだけど、トルソーなしでも取ってるから、何もないところにこうやったりして。私のほっぺだと、それで、ね、計算間違えたらこうなるわけでしょ。そこはなんとかしろよ。 いや、わかんないけど、田村さんは見てないけれども、映像編集の人だけのやつで遊びでプップップププって一回やってるかもよ。一 <laughs> 回こう鼻にこうやってプップップッププってやってるかもよ。たぶんそれやったらね、うん、デザイナーさん送ってきてくれると思う。ああゆかりこんなふうになったけど、<で>とかって。りましたっ、つって。楽しい現場だね。<laughs> そうだね楽しくやってらっしゃる。愛があるね。愛がある。